なんかめっちゃ、体調悪そう。大丈夫か。昨日人を打った後遺症か知らんけど、体調めっちゃ悪い。絶対違うと思う、理由は。いや、もうやばい。大丈夫か。無理するなよ。ありがとう。理由は絶対違うと思うけど。いや、もう人を打ったから、多分悪影響出てるから。いや、大丈夫だよ。絶対違うでしょ。やばい。無理するなよ。ありがとう。なあ、体壊した意味ないねんから。トニー、なんでいないの今日、無線。あ、いや、ちょっと考え事してた。何考え事って。まあ、やっぱ男の子にやっぱ考えるべき時があるじゃないですか。まあ、確かにね。何話さないの、それは。あ、別にでもあれだよ。まあ、大丈夫よ。おいびっくりした。びっくりした。声でっかい。大丈夫なのかよ、本当に。大丈夫よ。すごいびっくりした、今。びっくりした、声。ね、声でかかったっすね、今ね。声でかっ。大丈夫なのかって。もう大丈夫よ。ありがとう。大丈夫。なんかあったら頼れよ、お前。バカが。もう頼るわ、じゃあもう、そしたらすぐ。なんかあったら連絡してこいよ。もうすぐ連絡するわ。ああ。なんかトナカイのなぁ、様子が変だったなぁ。出陣するか？いやー、どうだろう。迷う。ちょっと待って。キックアス出すか迷う。キックアス出したら誘拐やね。誘拐して聞き出すよね。ただそれが、プラスなのか。今言いたくないタイミングなのか。ダークヒーロー出そっか。必要やな。俺がヒーローできるときはこういうときだな。なんかね、様子変なんだよな、あの時から。久々に出勤だ。怪我はないか。ごめん。怪我はないかと聞いている。あ、怪我はないです。ならいい。ではな。どう見ても怪我してるのそっちだよね。トウ！トナカイ今どこいる？いますか？トナカイ。ごめんなさい、出しゃばりました。いいよ。次から気をつけて。あいつのこと、そういえば、何も知らんな。なんか、いや、わかんないよ。いやー、どうだろうな。いやー、ちょっとね、俺ね。いや、わかんないんだけど。こういう時は、あそこから探すか。やはり高いところだ。こういうところ。おい、この街にダークヒーローがいるのを忘れたか？一つ気になっていることがあってな。俺の取り越し苦労ならいいんだが、懐かしいな、ここも。心なしか。昔来た時より綺麗に感じるわ。なぜだろうな。トナカイなんか大丈夫そうだからさ。なんか王林か孤児院かみたいな話の時何もしなかっただろう。あれもしかしたらトナカイなりに何か思うところがあるのかもしれん。私はそう思ったんだ。だからそれを聞いてみる。あいつなんか言うタイプじゃなさそうだからな。全然出なかったわ。お前どうしたどうしたどうした。なんや。こいつは連れていく。した。おい、お前何をしでかしたか分かっているか。ない。私を知っているかそもそも。知らない。ああ、初めましてだな。初めまして。私はダークヒーローの、はい、キックアスというものだ。お前。私がキックアスさん。見たところなんか労働力だけさ何か悩み事があるんじゃないか。まあそうですね。それを悩んでるか、はい、話すのでは解散トウ600消費だよね。キカさんそれを話すまではこの状態だ。全部ですあれ1500とかだっけ。1500ですね。逃れられると思うの。俺は9個作ったのよ。強引だ。トウ！ちょっと待って。さあ、話せ。聞かせ！私は大丈夫だ。お前は怪我してないか？あ、俺は怪我してないです。あ、ならいい。大丈夫です。さあ、俺のことはどうでもいい。さあ、話せ。お前の。この状態で？思いの丈をぶちまけてみろ。あ、この状態でか。あ、俺の体、俺はどうでもいいんだ。わかった。じゃあもう、この状態で、この、むず。そうだな。
まず今すごい悩んでいる。今悩んでいることがあるのか。お抱えがこの町でできなくなってしまう。うんうんうん、なるほどな。それで今個人を続けてか続けないかの存続な時に立たされているわけだ俺は。ああ、それでまあな、今後どうしていくかちょっと自分の中の方針が定まらない。うん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 、それをちょっと悩んでいる。単純に言うと、うん、まあ、俺はある組織に所属しているんだ。なるほどな。ただその組織には結構こうヒュンヒュンと入ったんや、結構な、うんうんうん、なるほど、わりかし分かった、そういうことか。まあいわゆるいろんなストーリーがなくってことか。あ、そうだ、ストーリーがなく、まあ、ストーリーがなかったわけでもない、うんうん、別に。なるほどなるほど。なかったわけでもないんだが、うんうんうん、まあ、でも他のその組織にいる人たちと比べたら、まあ、ある程度は薄いんだよな、多分。うん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 。で、なんかその、やっぱり、うん、隣を、俺は人の隣を歩きたいというか、うんうん、まあ、いい、あの、ライン、いいラインで歩きたいというか、まあ、なんかその、はいはいはい、なんて言えばいいんだろうな。その組織はボスファーストというか、まあ、ボス、うんのことをみんな信頼して、まあもちろん俺もボスのことは信頼してるし好きだ、すごい。うん。ただ多分、の組織の中だと、まあ忠誠度というか信頼度というか、まあ忠誠度か。忠誠度は、うん、多分その入った順番のあれもあるんだが、うん、まあ多分組織の中だと低い方なんだ、俺は。うん。おそらくな。まあ順番あるもんな。うん。そう。別に、だから別にボスが嫌いなわけじゃないぞ、これは本当に。別にボスが嫌いなわけとかじゃなくて、まあ別にボスに忠誠はあるんだけど、多分組織の中だとまあその低い方だと思うんだよな。うんうんうん。そういうのもあって、なんか隣を歩けてる気がしないというか、まあなんかまあ歩幅が合ってないというか、まあずれてるというか、うん、なんて言えばいいんだろうな、うん、まあなんかちょっとだけ疎外感でもないんだが、別に疎外感があるわけでもないんだが、みんなよくしてくれてるから、はい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 、自分の中でこうなんかもやっとしてるところがあったんだよな、もともと。うんうんうん。だけどまあ俺あんまり気にしないタッチなんだ、そういうのこと、うんうんうん、あ、まあ別にそこで気にしなかったんだ、うん、まあ別によくねみたいな、うん、これから積み重ねていけばよくねみたいなタイプだったんだ俺は、うんうん、ただなんか今日が単純になんかその月1ぐらいで来るなんかこうペショペショになる日なんだ。たまにあるね。たまにあるペショペショになる日なんだ。なるほどな。で、それが前日ってことはあり、うん、まあ別に気にしてなかったんだが、なんかこう、ふと気になってしまって、それが、割かし、うん。だから別に寝て起きて忘れてるって可能性も全然ある。うん、寝て起きて元気になってるっていう可能性も全然ある。割かし。ただ、うん、なんかだからそういうことがあって、なんかだからその自分の中のこう、何か、やってから目標とかなんかその成し遂げてから、うん、その一緒にいるべきじゃないかって思う時が自分の中でもあったんだ、うん、だから一回、はいはい、その個人をどうしようかなっていうことを考えてて、ただそのマジで本当にだからその月1で来る日だったから、明日起きてなくなってるって可能性もあるから、うん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 、人に話して大事にしたくはないんだ別に。あ、大丈夫。明日なくなったら、正直明日なくなってたらでいいじゃないか。まあそれはそれだし、別に私は口外することはない。あ、ならよかった。明日は別にね、はい、あ、よかったよかったよかったです。別に明日起きて、うん、なんかその別に、あ、まあそんなこと思ってたなガハハぐらいだったら別にそれで俺はいいと思ったから、うんうんうん、なんか誰にも話したく、これはマジで誰にも相談しないんだが、本当に一人ぐらいにしか、その組織の中でも。まず人間っていうのはな、その解決根本的にしなくても誰かに話すことで楽になることもまずある。なるほどな。あ、そしてこの街はロスサントスだろ。確かにな。そのペショペショを逆に利用するんだ、うん、ペショペショ。おう、その逆にそこでお前にしか作れないストーリーを作ればいい。なるほど。お前が悩むのもストーリーなんだよ、わかるか。はいはいはい。お前この街で生きてるんだ、それは悩みの一つぐらいあるだろ。確かに。だからそれを押し殺すんではなくて、またこいつがいたから。ああ、そう。そうすればまたいろんな、そこからまた派生して生まれることもあるだろう。多分お前は押し殺してきたからそういうストーリーがないんじゃないか。あー、もっとわがままになっていいってことか。そういうのもいいと思う。じゃあ言うぞ、俺は普通に。俺は普通に組織にいたいけど、うんうん、個人もやりたい、うん、じゃあ言うぞ、俺は組織にいたい。なるほど。だが、うん、普通に個人で上トップにもなりたい。それはどっちが大きいの、本当に50-50。本当に50-50なんだ、これが。なるほど。と別になんか本当にどっちでもないんだ、これが、うん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 、本当にどっちもやりてんだ。なるほどな。ただその今手放していいもの、なんだろうな、何かをやめたりとか何かを続けたりしてきたんだったら、うん、その何かをやめてもう一回やめてしまったらまたそう思われたら損だろ。まあ確かにな。そうで、誰彼構わず入れるものでもないんだろう、その組織は。
多分。まあそうだな、誰かに必ず入れるところでもないな、うん、お前だから信用して逆にすんなり入れた、それまであると思う。なその考え方はなかったな、うん、それはなるほどな。そのすんなり入れたのもすんなりできたこともお前だからなんだよ。ああなるほどね。他の人だったらもっと時間かかるかもしれないし、それは分からない俺も。だからそれを本当に手放していいのかっていうのと、そのどっちかを捨てたら本当に戻れるのか、その状況に。まあ多分俺は正直戻れないと思う、うん、まあこんなこと言うのもなんだけど、だからなんかそのそうだな、まあ戻れないとは思う。いいか、ああ、転職だってそうだ。大体な、転職してから、うん、あの大体前の会社がいいなんてケースはよくあるんだ。その転職したけどやっぱり前の方が待遇良かったみたいな。でもやっぱ戻れないんだよ、もう。どん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 待遇が悪くなっていったり、そういうのも聞く、うん、だからその隣の芝は青く見えたりするんだよやっぱり、うん、でもいざその芝に入るとそうでもねえなみたいな、はいはいはい、あるんだよ。だからなるほどな、まあ、焦ることはないし、しかもそのいろんな人に言って、それでそれでまたいろいろストーリーがあると思うんだよね、マジで。だから悩み言うってことは全然いいことだし、っていうか悩むし、普通人間なんだから。まあまあそうだな、そう、多分一番いいのはいろんな人に相談して、でちゃんと考えて決めること。そうだな、ああ、その自分だけで突っ走らないこと、それが俺は大事だと思う。だってこんなに人で溢れてんだからさ。そうだな、そうだよ、人で頼れよ。そうだな、人っていう字はな、うん、支え合って生きていって、その人は一人では生きれないのだから。なるほど。ああでも本当に50-50なのか、その組織のいろんなことを含めた人とかもいるだろう、そのそれも50で、個人で一番って本当に50なのか、それは、うん、分からないけど俺は、うん、個人って思うより孤独なんじゃないのか。思うより孤独だぞ。それだと一番最初に言ってた、その誰かと並走したいっていうのはできないぞ。まあ確かにな、結局は蚊帳の外だぞ多分、分からないけどね、詳しくは自分で距離を縮めるしかないか。だしその分からない、その個人は本当に分からないけど、個人でそんなに並走できることがお抱えもなくなった今できるのかっていう。あ、まあそれは確かにあるんだよな、うん、思う。一番大事なのは、でも一番大事なのはでも自分の一番したいことをやるべきなんだけど、まあそれが今半々だから、多分自分の中でも分からなくなってるんだ今、うんうんうん、何がしたいのか、何がしたいのかって言い方したかもしれないけど、うんうんうん、まあそのね、結局気持ちを言わないとさ、もうみんな当たり前にいるし、まあ、家族、その組織って多分家族みたいなもんだから、うん、その家族にね、あ、いちいち何も言わないじゃん、お母さんお父さんに言わないね、ね、いつもありがとうなんて急に言わないしね、急に言わないね。でも いなくなって気づくというか、まあ、いなくならないと気づかないんだけど人間って、うん、そういうのって。だからまあ気持ちもそういうのはお前は言ってないから、まあそのなんだろう、向こうの気持ちを知る機会もないし、どう思ってるかとか。でもお前は必要だろ、どう考えても。当たり前のようにお前がいるから、みんなも気づいてないし言うタイミングないけど、お前大事なんじゃないかみんな。まあ仲間がいるんだけどな、ダークヒーローも。俺はその仲間は大事だし、でもそいつらにいざじゃあ好きだよとか大切だよなんて毎回言わないし、当たり前のように言ってくれてる、当たり前のようにいるから、まあ感謝とかそういうタイミングがないけど、うん、家族なんじゃないかなと思うけどね。それが急にいなくなったら、しかも戻れないんだったら、なんかそれを捨ててまでやることなんかなって、こういうヒーロー目線は思ってしまうけどな。なるほどな。もし俺が同じ立場でそのダークヒーローのみんなと、うん、一緒にいるかで、そのじゃあそのやりたい仕事に就くかってなった時に、なんか本当にそのみんなを捨ててまでその仕事に集中できるかって言ったら、まあ、できないだろうな、うん、俺は自信がないし。で俺の場合はみんなにまず相談する。なるほどな、うん、だからまあ相談してもいいし、焦ることはないと思うんだよね。そもそも時間制限があるわけじゃないだろ。お前死ぬか明日。死ぬ、明日死ぬ。いや別に明日は死なないが、明日までなんだよな期限が。ああそっか、明日までなんだったら今できることは今いるその人たちに一旦ちゃんと聞いてみたらどうだ。確かに、うん、その後悔してからじゃ遅いんだよ絶対。気使いすぎたか。
家族なのに。そうだよ、なんかたまにはわがままになったっていいんだよ、それが家族だろ。そうだな、迷惑かけ合って迷惑して、でお前はしかもなんなら個人なんだろ。そうか、個人だ俺は。どう考えてもいなくてもならない、いなきゃダメな存在だし。いなくてもならない違うおいごめんな、人は間違えることもある。あ、そうだよな。そうだろ、俺も人だ。そうだよな。だからその、うん、いなくてはならないきゃいけない存在なのよ。てか助けてるから、うん、絶対自分が思ってるより感謝してると思うし、うん、もう一旦その状況を話すのは絶対ありだと思う。なるほどな。そこでストーリーができるんだ、そういうもんだよ。明日までだったんだな。明日までなんだよな、それが。うん、俺は絶対話した方がいいと思う。そうだな、一旦集めてもいいし、そんなことで文句言うやつはいないよ。そうだろ。あバカが。そうだな、そうだな、確かに。いやそうそう、まあ、なんかマジでマジでメンタルのブレレがあるからな俺は。本当に明日起きたらガチなくなってる可能性もあるから、集めるのは悪いなって思ったけど。いや別にそれはそれで、それはそれでいいのよ、ね、それはそれだし。いや別にそれはそれでストーリー作れたんだからいいじゃん、それはそれで。確かにな、うん、俺はそう思う。普通に寂しいと思うけどな。そうだな、うん。え、ちなみにな、その明日ダメだったらもうその個人はできないのか。もう多分まあやめたらできるんじゃないか、その組織を。ああ。再就職は別にできなくはないとは思うけど、まあ今よりは厳しくなるだろうな。なんかその別に、あの新しくなるっていうのが。まあ確かに難しいよな。まあ難しいからこそ、やっぱ一番は絶対話みんなにするじゃと思う、本当に。でしかもその、うん、俺の中で一番思ってるのが、なんかそのキープみたいな感じはしたくがないんよ。うん、そうだね。だからしかもか簡単に入れる組織でもない、うん、別に入れない可能性もあるし、まあ、別にそれはそれでストーリーで俺はいいとは思うんだけど、うんうんうん、だからまあ多分、まあ、何にしろ辞めるんだったら戻ってきますとかじゃなくて、きっかり一回こう辞めた方が俺はいいと思うんだ、単純にね。まあそうだな、そう、だからそこがなんか結構引っかかってる部分があるんだよな、わりかし。うーん、きついな。なんかうーん、まあ半々だからこそ言うけど、私の友人がいるんだかな、もうそいつは少なくとも寂しいと思うぞ、お前がいなくなったら。まあ半々だから言うけど、まあ本来はお前がすること、したいことをするべきなんだけど。いやそうなんだよな。まあでもね、ずっと やってた仕事なんだったら。まあでもそこが一番気がかりではあったんだ。まあ確かに なんかそこが気がかりではある、それはそうだ。そうだな。まあ一回ちょっとこの少ない、まああと1時間かちょっと考えてみるわ、いろいろ。1時間で話していいと思うけどね。話さないのか、うん、みんなに。いや話したっていいのかな。いやいいと思うよ、だって逆に明日までなんでしょ。明日までだな。ちゃんと説明して明日までだからって言って自分の気持ちを言えばええやんけ。言えばええか。そうだろう。抱え込むのが良くないか。うん、抱え込むの良くないね、本当に。もう何も生まれないから。オンに切る。安城さんじゃん。キッカスだ。安城さん。安城ではない。キッカスだ。あ、違う。あ、ダークヒーローらしいです。初めて見ましたね。あ、そう。そっさんとやら。何も言ってないですけど。個人は楽しいか。まあ俺は嫌いじゃないですけどね。うん。あ、そういうこと。そういうこと。そういうことか。個人はおすすめ、おすすめか。おすすめ、別におすすめするほどでもないですけどね。おすすめするほどじゃないのか。この街で何をやってて楽しいって思うかじゃないですか。打つのが好きな人もいれば。確かにな。ありがとう。 ありがとうございました。やっぱりみんな話すことでいろいろ物語が紡いでるからな。話すことを迷惑だと思ってるのは良くないか。そう、いいか。人間ってのはな、だいたいこんな街だ、顔を見ても何も伝わらないだろ。まあそうだな、確かに。言葉にしないと伝わらないんだよ。確かにな。ああ、人間の最大の武器は言葉だ。喋れることはな、確かに。個人よりも癒しの道具にもなるし、人を殺す武器にもなる。確かに。だから言葉っていうのは大事なんだよ。すごいな、いいこと言うな。俺はヒーローだからな。ではな、私は帰る。またな。
完璧な変装やな。全くバレてない。これで何か動いてくれればいいかな。あいつが言い出す勇気があるか、まあ、それはあいつにかけるしかないな。ちゃんとヒーローできてたかな。まあでもヒーローって認めてくれてるからな。もう認めてもらってるからできてるはず。久々にいいことした気分だ。タンク今どこにいんの？はい、もう帰って。今どこにいる？今ね、ブースティング中。あー、え、オッケー、了解。後でアジト帰ってこれる？オッケー、これ誰も暇してる人いないっすか？戻りました、暇だよ。てか、あれだよ、ブースティングあと1回空いてるよ。いや、ブースティング大丈夫。誰、どうしようかな。え、アジト先輩どこにいんの？俺、もうちょっとでシナジョと帰れる。あと、じゃ待ってるわ、そしたら。オッケー、これ終わったらすぐ行くね。なんか話？そうそう、ちょっと。オッケーオッケー。紹介したい人がいるみたいな。オッケー。みんな集まるか。そういうことか。本当に、分かった。いや、全然いいよ。あの、汗かいた人からでいいよ、全然。全然いいよ。それから話こうかなと思って。大事な話よね。大事な話だね、これは。この、松葉で言ったらバレっからさ。マジで俺そういうとこマジプロだからさ、一旦これなくさないと。分かんない、力になってるのか分からんけど、俺ができるのはこういうことよな。マジでプラスになってるのかマイナスになってるのか分かんないけど、まあそれも含めてロスサントスだからさ。あ、海水浴聞きましかった。おはよう。あ、おはよう。彼女できたんかな。今のうちに整理しといた方がいい。さっき5位だったのに。いやいやいや、まああれはねネタやからね。話聞いとらんかったもん。しかも CPU 実際誰ん実際誰がいい？実際あの中の女性だったら。女性だったら今から戻るわ。女性だったら。女性じゃない？いないよ。了解。いないよ。まあ、実際よ。実際でしょ。あの中だったら。実際でしょ。いない。いないか。うん、あの人いないな。あの先輩はそうはいねえわ。いない。来たらダメだわ逆に。興味ないね。会いたかったな。でも安城先輩の人と。あ、会ってないの？会ったことないよ、俺一回も。あ、そっか。いや、でも一回だけある。なんか、レギオンでダウンしてたところに、一回だけ行ったことあるけど、うんうん、マジでその一回だけだね。ああ、まあ、まあ、オールにいたら会えるよ。また帰ってくるし。会えるかな。うん。会いてえな、あいつは。ね。会いたいよね。そしたらいろんな話できるっしょ、多分。できる、できる。そうなんだよな。マジ、ちょうど入れ違いだったんだよな、多分。あ、俺が、そっか。そう、あの、入る、何週間か前ぐらいに帰っちゃったんじゃないかな、多分。なるほどね。もうちょっと早ければね。いろいろ話したからね。そうだね。いつか会えるさ。お、ボス来た。お、ボス。どうした？ボス、体調大丈夫ですか？いや。え、マジ無理しないか、本当に。マジでそう。まあ、そんな仲いいのもマジで酷なんですけど。まあ。どうした？話しますね。まあ、一旦。これは今日、千代先輩にだけはちょっと話してたんですけど、うん、その、自分の中で、まあ、明日個人の締め切り、あれじゃないですか。うん。そう、自分、そう、それをちょっと自分の中で悩んでいて、まあ、すごく。最初、その、見切り発車の時、見切り発車っていうか、最初みんなで話した時に、まあ、その時は本当に僕もオールに残るつもりで、いたんですよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃいたっていうか、まあ、それ、そういうことがあって、で、ナレル先輩のやつとかもあって、いろいろ自分の中で考えたんですけど、こう、みんな、やっぱり、入った時、オールインに、うん、多分その、僕入ったの見たの、ゴーさんとシゴロウくんかな？俺の後に入ったのは。なんて言うんだろう。物語があったという言い方はちょっとあれかもしんないですけど、まあ、結構多分シゴロウくんも一回なんかその、あったじゃないですか、話し合いして、その合うか合わないかみたいな温度感はどうだったみたいな感じで、まあ一回なんかなんなら普通に落とされたって言い方しちゃうかもしれないですけど、まあ一回なくなってからまたなんかさらにいったと思うんですよ、その後。ストーリー性じゃないけど、まあまあまあ。ストーリー性じゃないんですけど。うんうん、で、多分、で、天草くんとか、多分その、シーカ先輩とか、うん、ヘランくんとか、エスくんからとかが入った時は、ちょっと俺はその時いなかったからわかんないけど、まあ天草くんとかの口ぶりからしても結構そのなんか、半グレの時期が長かった。うんうんうん、って言ってたから、まあ多分ある程度こう何かしらやってきて入ったんだろうなって思うところはあったんだよ。で、うん、なんかその結構そのみんなと大型してるとか、その中で、なんか割かし、なんかその自分の、なんて言うんだろう、軸がないというか、なんだろうな、まあなんかその歩幅が自分の中でちょっとずれてるなって感じてた時があって、割かし、俺の中でね。うん、みんなからはどうかちょっとわかんないんだけど、
そこが、まあ、結構前まではあんま気にしてなかったんよ、ここまで別に、うんうんうん、ただなんかそのたまにこうなんか俺月1で来るぐらいの時なんかたまに化粧場所になる時があってメンタルが、うんうんうん、でなんかそれがちょっと今日に当たっちゃって、うん、まあなんか普通に正直寝て起きたら別に何もなかったって可能性も全然あるからなんか別にみんなにとかはあんま話すものはなかったんだけど、うんうん、さっきなんかダークヒーローみたいな人が来て、おい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 、ダークヒーローみたいな方がなんかそのまあみんなにやっぱ相談するのも一番いいんじゃない、あのいい、あのそのやっぱ相談しないと伝わらないこともあるから、うんうん、自分の中で抱え込みすぎるのも良くないよって言われて、うん、そうそう、それでこんなついてる、そっかってなった後にみんなにじゃあ一回話しておいた方がいいなと思ってて、うんうんうん、そうそう、ごめんねマジでみんな言葉足らずで、ね、いや全然いいよ、まあ、自分の中でちょっと、うん、むずいな素直な気持ちでいいんじゃない、まあ、本当にマジ何も気にせず言うと個人もやりたいしオールインにもずっといたいって感じで、すごいなんかこうぐらついてるというか決められてまだないというか、ちょっとみんなからの意見を聞きたいっていうか、なんて言えばいいんだろう、そうだね、分からなくなってしまった、正直マジで自分の中で、うんうんうん、だからみんなに意見を、だからみんなからの話をちょっと聞きたいっていう感じかな、うんうん、まあシンプルに俺が思うのはまあ半々だからこそ言うけど、まあ、トナカイがしたいことをするべきなんだけど、多分したいことが半々なんでしょ、多分本当に個人もやりたいし俺にも言いたいんでしょ、そうそう、だったらそれ関係なく言うと、まあ普通にもちろん家族だから言ってほしいし、入った時の物語なんてものはもう過去のことだから、物語はこれから作ればいいんじゃねと思う。これは当たり前になってたけど、普通に当たり前に助けてもらって当たり前になってたけど、まあもちろん愛おしいよそりゃ、俺はね、もちろん尊重は、これはね本人がやりたい方って言うねんけど、ちょっとアンジョと被っちゃうけど、で個人じゃなくても何なんちゃらな、いてほしいよやっぱ、この会にはなんかもう関係なくね、シンプルにいてほしい、うん、なんかそれ以上の言葉が出てこん、普通にいてほしいから一緒に、ほんとその通りだと思う、今が始まりでいいんじゃないかなと思う、そのトナカイのね、なるほどね、きっかけがあったというか、そういう物語とかは多分それぞれにあると思う、やっぱりこの入ってきた時とかもう俺に入って結構俺も長くいさせてもらってるけど、確かにある、いろいろだからこそ今が始まりで、トナカイがギャングとして改めて加入するのはいいかなと思う、そこを気にするなら。俺話してもいい？うん、俺ってグッバイ抜けて俺に入っとるんよ。あ、そうなんだ。うん、だからその時ってなんかこうどうしたらいいんだろう、それってまあいろいろあって、そのナシマさんで今いないけどにこううちまあまあ来たかった来ないみたいな感じでこう言われてめっちゃ悩んで考えてまあオールイン入ってるんよ。で俺はねその選択はでその選択は今一切後悔してなくて、オールイン入ったの一切後悔してないけど、まあクッパ入ったらどうだったかなみたいなのはちょっと興味本位で思うことはある。だから俺が思うのはそのオールインが一旦置いといて、トニーが今一番したいことを選んで、トニーが今後生きていく上で後悔しないことを選んだ方が俺はいいと思う。もちろん俺はトニーにいてほしいのはもうめちゃくちゃそれも当たり前なんだけど、俺はただトニーがその後あの時ああしとけばよかったなみたいな心残りになれるようなことがない選択をするのは俺は大事やと思う。それが一番トニーのためになるなら、うん、っていうのを俺はそのロスサントスで生きる住民の一人として思ったかな、うんうん、ただオールインの俺としてオールインにいるエスタークとしては一緒仕事したいなって思うよ。そりゃずっとね、変なウィーってやってもさ、ね、なんか俺の変なバカやってもよ、付き合って一緒に笑ってくれてるトニーのこと俺やっぱめっちゃ好きだし、やっぱりその個人続ける続けないってめちゃくちゃ大事なことだと思うから、
ごめん、なんか逆に迷わすようなこと言っちゃって、俺はもうし、いやもう全然大丈夫、全然大丈夫、申し訳ないけど俺が考えたのはそうかな、だからな、そっか、もう明日だもんな、うん、てか今日か、今日だね、もう今日の時間制限っていつか決まってるの？いやは多分決まってないんじゃないかな、俺は金曜日、そう今日いっぱいもうずっといつの話聞くから、本当にもう何かあったら俺は言ってほしい、ありがとう、うん、難しいよ、 100% の答えって難しいからさ、正解ないからね、うん、うん、じゃあ私がいいのかな、喋って冷たい言い方に聞こえちゃうかもしんないけど、結局どう生きるかって最終的に決められるのって自分だけだし、だろ、生き方の責任を取るのって自分自身でしかないから、優しい部分があるから、なんか悪いよなとか、一緒にいるの楽しいしなとか、なんかそういう心情的な部分で引っ張られちゃうこともあると思うんだけど、失敗した時にそういうのでなんか物事を選んじゃった時ってすごい後悔したりとか、なんか変な話だろ、自分で選んだわけじゃないから、あん時クソみたいになっちゃったりもあるし、本当に後悔のないように、なんか自分の信念、個人としての信念もあると思うし、オールインとしてギャングとしてやっていきたいっていう気持ちもあると思うんだけど、マジで何だろう、自己中にだって考えてほしいなって思ってる。人のことは考えないで一旦。それが一番心配だったかな、優しい人は余計に、まあ、もちろんトナカイさんいなくなったら寂しいけど、オールインじゃなくなったからって別に仲悪くなるとか、ほなバイバイってなるわけじゃないし、なんだろう、関係性が変わるというか、うん、でたったそれだけの話だから、後悔のない選択をしてほしいのと、あとまあペショペショになってるんだったら一回寝て起きてから決めた方がいいんじゃないかペショペショになってる時に考えるのって大体そう、よくないしね、そうそうそう、そうだよね、多分ペショペショになった時言ってよ、いっぱい話聞くよ、そうね、まあ、言ってくれて、いや俺マジ人に相談するのが苦手だよ、ね、やだ、いっぱい話して言うだけで、経験談やけど絶対相談した方がいい、言うだけで楽になるから、ね、そうよな多分それはマジそうよな、最初ロギアさんのこと隠そうとしとってん、オールイン、そうなんだ、そう最初はバンジョーに打ち明けたり、シリカと話したり、ボスと相談したりで今こうなってんね、一応みんなが知ってるっていう関係になってんだよね、だからあの時にもともと俺も相談していいんかなみたいな遠慮がちのねだけど家族には、相談はしたらちゃんと全員が親身に答えてくれるし、ないがしろにされたことはない、マジでみんなちゃんと真剣に考えてくれる、だから、ね、些細なこととかマジでペショペショになった時とかはうん、うん、仲間に話すと絶対に、うん、今起きてない人とかもいるしね、うん、言葉にしないとね、分かんないことの方が多いとか、そう分かんないから、あと心理学的に夜中はめちゃくちゃ嫌なことが起こるはずそれはさそう、このこと今思っている答えと、まあ風呂入って寝て起きて朝とか昼とかに思っている答えが一緒なら決めてもいいと思うけど、まあ、違うならばプラス思考で自分が思っている方に考えた方がいいよ。そんな君におすすめなのは筋トレだよ、メンタルも鍛えられるからそうだね、あ確かにそうやな、全く気にならなくなるぞ何も確かに今からプラスなことですかね、そう、まあ、多分マジで本当に寝て起きたら多分結構変わってるところもあるから、なんかその、うん、まあ、一旦今日は静かにしとこうって思っててあれだったんだけど、うんうん、まあ、たまにはいいんじゃない話すのも、一個だけただやっぱり俺言いたいのは物語とかと違うと思う、俺トニーあっていっぱい俺いっぱいあったよ思い出、本当にトニーの中でってことやな、そのターニングポイントってやつ、そうやね、うん、その中のは自分で思うのは結構いろいろあると思うけど、やっぱり俺とかさ、エスとかが見たらもうトニーと接点してる時には結構ターニングポイントやっぱ多かったと思うよ。あ
とはあれじゃない、トナカイさんボスにも相談したかったんじゃないの。そうだね。ん、あれ具合悪そう。ボス大丈夫ですか。いや、喉が、いや、まあ大丈夫ですか。ボス好きにすればいいのよ。あ、まあ、自分の、ね、うん、好きにすればいい。まあ別に孤児になって、孤児になりたいんだったら孤児になっていいし、ギャンガイたいのギャンガイていいし、どうでもいい。どうでもいいよっていうのはね、いい意味でね。うん。どっちでもいいんだよっていう。そう。選択の自由があるんだよっていう。器用なってことね。大丈夫か。ボス心配っす、ボス。そちょっと心配だな。まあ、大丈夫。ボス。そうですね、まあ、本当に多分本当にメンタルの部分はマジであるから、マジこんなこと言ってそうなんだよね。明日起きてマジ何もなかったってなりそうな気持ちだから俺言いな言いたくなかった気持ちもあったよ。まあ、それ、いやそれでいいよ。多分 それだったらそれが一番いいなっていう形だったし、うん、そうそうそう、まあこれもまあいろいろ一つのストーリーだし、まあこれでいいんじゃない。考えてみます。そしたら明日決めればいい。俺はペショってる時はね、もうお酒飲んで寝ればいいのよ。それもペショってる時にお酒は俺ね、深夜に。俺は総理の話は何よ。あ、そう。総理の話って何？あ、なんかその、みんなこう結構いろんなことがあって多分入った中で、まあ、僕は結構その、スッと入ったじゃないですか、わりかし。なんて。なんかさ、うん、総理と一番遠いのが王林だと思うよ。そんなことない、そんなことないです。いっぱいありましたよ。いや、そんなことないっすよ、ボス。いやいやいや、結構ありましたよ、ボス。いや、結構あったそう。結構あったっすよ。でもそのさっき相談してなんかさっきダークヒーローに捕らえられて捕まえられてなんかその海に連れて帰って言われたんですけど、いやでもそのトナカイだからあのなんかその入れたんじゃ入れたかそのぬるっといけたんじゃないみたいな、もっと相談しあのあれとかじゃなくてやっぱ、まあまあね、信用とかもあったんじゃないみたいなことを言われて、その時にその考え方はなかったなって思ったところもあって、うんうんうん、トナカイだからこそねスッと入れたっていう、まあ、それもそれだし。確かに、うん、物語性で言えばね、あのカジノであんな幸運のトナカイとして出会って、しかも冷静外やからね普通にあれ、そうかなりすごいと思うんだけどな。俺もそっから会ってんだよ、うん、もうよ俺は。そうよ、この街一日起きなかっただけでそこで会う会わないかで進路決まることがあるからね。そうなんだ。そう思うとすごい運命的じゃない。確かに、うん、まあ確かにな。あれなのかな、なんか自分必要とされてるのかなってちょっと不安になっちゃったっけか。やめて、そんななんかメンヘラみたいな。まあそういう時もあるよね。かわいい、あるよ、人間だからね。なんかでもね、違うじゃないですか、なんかね。いや、わかる。やめてよ、俺がカマチョみたいになるじゃん、こんな普通に。構えよ。いや、そんな、なんかいや、カマチョで。カマチョ先輩はなんかみんな言われたのに、俺だけなんかないなみたいな、なんかそんな感じになるじゃん。そんなのと思ってないよ。そうよ、明日起きて別に今の気持ちが何だったんだと思っても今思ってることは大事だからね。トニーがそう思ってるってことは別に無駄じゃないし意味ないものなんてないから。そもそもなんで個人やりたい気持ちがあるの。個人やりたいのは、まあ、単純にの、まあ、救急隊のあれもあの辞めた理由っていうかも個人になりたか、個人を頑張るみたいな感じで、でみんなをあの振って行かせてくれたんですよ、みんなそっちの方に。で、うん、人を救うのも純粋に楽しかったし、なんだろうな、まあ、やっぱりその長らく個人とか救急隊を続けてきて、まあ、ちょっとこう、まあ、誇りって言い方もちょっと自由でもなんだけど、まあなんだろうな、最近個人してないからこんなことも何なんですけど、まあ、いざ辞める、誇りを持ってるというか、でもまあいざ辞めるってなったら、なんか結構そこがちょっと突っかけてくる部分があって、もともと今までって結構それこそ別に、個人を、まあやりたい時にやれるって感じだったから、まあ、あんまり思うところはなかったんですけど、まあいざどっちか選べて突きつけられたら結構考えるところがあっちゃって。いざね、なるほどね。そう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 、なんか、そうなんですよね。結構そこで考えるところがあって、なんかずっと、できてたものが急にいやできなくなるよって言われたら、なんかそれはそれでうんみたいな感じのことを思っちゃうこともあって、って感じなんですよね。そうなんですね。まあ実際さ、こうやってメンバーに話聞かれてもさ、みんな言うでしょ、個人やっていいよみたいな、言わないでしょ。あんま意味ないよこれ。
取りそう。いやいや、そんなことはない。そんなことはない。結構尊重してましたよ、今。シーガとか。うん。いや、ありがとうございました。本当に。うん。大丈夫、ペショってない。大丈夫、ペショってない、ペショってない。ボスは多分そう言ってくれるんだな、なんとなく頭の中に浮かんでた、俺は、ずっと。うんうん、大体大体あの同じだった思ってることが。私もみんなも大体同じだった。さすが。絶対そう言ってくれると思ってるし。うん、理解してる。あ、思っててもね、言葉いざね、俺らが言うのとは想像は。うん、そうね。でもまああんま相談とかしてこなかったから結構。ま、うん、あでも確かにスッキリはしたというか。うん。言いやすくなったかな、まあ、うん。今後どうなるか考えてから決めていいんじゃない。うん、うん、そうします。そしたらまあ明日まで時間あるんで、明日までというか今日か、うんうん、今日一日ちょっと考えてみます。そしたらすいません、本当に言ってくれよ。うん、同じ指出しちゃって、まあ、どっちにしろみんなその選択を尊重するから、うん、まあ、責めることもないし、うん、うん、それも含め、うん、って感じかな。正直聞いてほしかっただけや、本当に。うん、話してくれてありがとう。ありがとう。以上です。オッケー。すみません、本当に。いいえ。謝んな。ボス、三日締めのやつ。体調悪いながすみません、ね、本当に。うん？体調悪いながすみません、ボスも。ご自愛してください。うん、あれってか。いや、なんでもない。なんかわからんけど大丈夫なんですか、先輩は。なんかわからんすけど。何が？え、なんか、あれもう一人なんか、あの、夢の中で体調崩していませんでしたっけ。あ、俺はまあ、ね、なんとか大丈夫。あ、もうほぼまあ、微熱からミステリーぐらいだから。ですから、ならよかった。うん、まあ季節の変わり目です、ね。あ、確かにね、崩しやすいからね。まあ大丈夫だよ、うん、寝れば治るから俺は。うん、バカ風邪ひかねえって言うだろ。確かに確かに確かにじゃねえよ。まあ一番バカだもんな。おめえに言われたくねえよ、バカ。三日締めのやつってまだ宇宙とかでした？なんか手伝えることあるね。俺らできるならしますよ。俺たちできないんじゃないかな。できないのか。あ、そっか、誰がボスか。じゃあボスか。ボス、そっか、ボスがいけんのか。あ、そういうことね。うん、分かったよ。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。ボス休めそうかな。ボスは三日締めはもちろんあれですよね、チームプールですよね。いや、俺のお金だよ。なんで？料理しとったな、今。なんでですか？なんで？なんで？俺がおかしい、これ。お前さ、はい。何した仕事の時。ちょっと待ってください。思い出したんですけど、グッバイにやられて、で、やって、で、やられて、やられて、やられてます。でもボス、ボス、聞いてください。やられとるやん。ボス、アンジョ横にミミさん乗せてドライブしました、ずっと。違う、待って、ずっとではない。あれは、じゃあ聞いて、ちょっと聞いて、それは、ちょっと待って、お前ね、お前ね、言い方が悪くて、いや、ミミちゃん、普通に、暇そうで、色なかったかわいそうだったし、俺変わろうかって。かわいそうって何？いや、ほら、参加してたの見てるだけ、ウォッチパしてたって言ってたから、あ、俺のウォッチパしてた。そう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 。だから、普通に色変わりましょうかって言って、でも大丈夫だよって運転するって言ったから手伝ってもらったっていう。お前言い方えぐない？お前と一緒にすんなよ。お前なんかデートしてる。俺さ、島取りクッソ大変だって思ってチラって見たらさ、安城がさ、違うよ。こいつよーって思って。いや違うよ。目から血の涙流してないみたいな。お前と一緒にするなって言ってんの、全く。カスボケカス、お前アホタコ。めっちゃバド。アホいつとアホに。でも明日確かに島取りどんぐらい起きてくるんですかね。来たかったした。合わないね。結構前回10人ずっとフル稼働でしたもんね。うん、明日分からん。ボスは無理しないでください、本当に。うん、俺、ね、あの全部マジで、あのグッバイぶち殺して本当に、あの上取っとくんで、病院ところ。島も維持でいいんですよね、明日の。うん。あ、でも俺いないとキャラガンガン入れないから。キャラが。なんかちょっと、ワンチャン、ちょ市長とかにお願いしたらできるみたいな話は知らん。そうなの？うん。うん、そうやね。多分明日個人のそのあれもあるから、市長は多分起きてくるんじゃないかな。うん、うんうんうん、最悪できるんで。ボスは本当に無理をしないのが一番の仕事。なんとかなるんで大丈夫です。これが全部取っとくんだよ、マジで。任せてください。
一番信用できないよお前。確かに。アンジョと一緒。リアクションもず。確かに。嘘。で、ボス三日締めはプールっすよね。だからそれはさ、はい、お前が言い出すことじゃないって。すいません。何お前？アンドボス？違います。下っ端です。でしょ？はい。キャンセルやった。掃除しときます。今日床。取るとかさ、はい、お前が言い出すやつじゃないの。確かに。うん。なんかお前そうそういうとこだぞ。どの声が言ってたの今の流れ。これ床掃除しておきます。ね、すみません。一応もうあの改めて明日の動きですけど、今色塗ってるところを改めて薬塗ってパーセンテージ他のところに追いつけないようにするっていう動きで大丈夫ですよね。うん。了解です。わかりました。ただちょっと明日すぐ動けるように早めに起きて支度。そうだね。車の色とか灰色に統一したりとか、うん、その辺もまた起きてるメンバーでボス起きてなかったら共有して。いやもう起きるよ。うん、なんでみんな立ってんの。いやそれはだってボスが出るまでは出ないですよ。当たり前じゃないですか。ボスが座ってんのに座ってんのもおかしいし、俺らが当たり前じゃないですか。ボスが座ってんのに座ってんだ別にいいんじゃない。三日締めうんぬんかんの言ってたけどね。三日締めは去ってさ、そう思わなかった。みんなはさ、ギャングプールって思ってたからさ。別にさ、ギャングプールも俺のお金だよ。あ、そうなんすね。じゃあ変わんねえや。違うの。確かに家買うとか言った時ボスが出すとかいろいろ話しちゃったし。あ、なんか家買うみたいなってどうなったんだ。ボスの明確な物件を決まってなかったんじゃないの。あー、そっかそっか。候補とかはいろいろあったりはしたけど、三日締めのところね、近くて買っときたいよ。いいとこあったらねとか、そういうのを動くのも一旦島が全部リセットされるからそこで作るのもどうかなみたいな話になって、いろいろ止まっとったよね、島取りの問題で。今こう取れ出してるからいろいろできんじゃねって。あおさらアイリスがこう新しいアジトを建てる予定のところ欲しいけどね。俺らのアジトないやし、領域ないやし。ちょっとごめん聞いてなかった。なんて。なんでやねん。アイリスが新しく建てようとしてるところってどこですか。右下のところやね。そう、右下のね、俺らの今カラーのところの9288あたりやったっけな。9289の下のなんかさ、でっかいやつ、ウィーンってあるじゃん。ここら辺になんかでっかいのがあって、ハンガーウェイの下やね。そう、後々調べたらアイリスの深夜下みたいなとこやったら。あ、そうなんだ。そう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 、すごいいいギャングっぽいとこやってんけど、バーあったりボクシング場あったりとか、ガレージ広いみたいな。ごめん、ヘラ、なんて言った今。なんでやねん、絶対聞いとけ。今は最初から言ってほしいかも。長いわお前、もう嫌やろ入ってきたとこから。そうだろお前と。じゃあもう一回、まず聞いて。他巻き込むやんじゃん。何も分かってないな。結構俺らも喋らせられるようにしたら。そっか、そうだよね。そっか、やめろその神妙な顔。寝るか、そしたら。どうぞ。おやすみ。うん、おやすみ。ありがとうね。また明日。また明日。はい、おやすみ。おやすみ。